まずはじめに、えー、本セミナーの導入講演といたしまして鹿児島県農政課鹿児島の食輸出ブランド戦略室佐古田室長より鹿児島県農林水産物の輸出をめぐる状況についてご講演をいただきますそれではよろしくお願いいたします、えー、皆さんこんにちは、えー、ただいまご紹介いただきました、えー、鹿児島県農政部農政課鹿児島の食輸出ブランド戦略室長の佐古田と申しますよろしくお願いします 本日はこのように多様な方々お越しいただきまして、本当ありがとうございます。私の方からですね、まず最初に、鹿児島県の農林水産物の輸出の状況ということで、ちょっとデータ的には古いことがありますかも、そこにつきましてはご了承いただきたいというふうに思っております。それでは、こちらの画面を見ていただいて、説明させていただきたいと思います。これ、皆様方もご存知の通り、これ、国のですね輸出状況でございます。国は2022年、いわゆる令和4年ですね。 の実績を公表しておりますその中で見ていきますと、農産物8870億円、林産物630億円で、水産物3873 38億円等と、トータルいたしますと、約1兆4000億というふうな金額で、対前年14.3%ということで、着実に伸びているというふうな状況でございます。 そういった中で国の方はですね、まずあの、この輸出に向けた法律というのを、令和2年3月31日に作っております。えー、あ、ちなみに失礼しました。令和2年4月1日に施行しております。でこ、こちらにありますのが、失礼しました。ありますのが、令和4年12月に改正です。国はですね、どんどん輸出に向けた攻めをしていこうというふうなことを考えております。そういった中で戦略の趣旨、こちらになりますけれども、2025年2兆円。 2030年5兆円の目標といった中で、ですね海外市場でも求められるスペックの体制整備が不可欠ということから、昨年の12月に法律改正を行っております。そういった中で、3つの大きな考え方、具体的な施策を出しております。一つ目が、日本の強みを最大限に発揮するための取り組みということで、重点品目を29品目、で、輸出目標の設定。 これが先ほど言いました2兆円、5兆円ということになります。で、それ、そ2番目にあります、重点品目にかかるターゲット国、地域、輸出目標、手段の明確化、それとどういうプレイヤーがどういう形で取り組んでいくのかということを、具体的な施策として出しているところでございます。それと、2つ目が、マーケットインの発想で輸出にチャレンジする事業者の支援です。 当然、なかなか輸出という部分ですね、えーえー、国内市場で皆さん方、頑張っている方々が、じゃあ、輸出となったときに非常にハードル等、高いところがございます。そういった中で、国としてはしっかりと法律の中で,です、ね、この、えー、事業者の支援というところを出しております。まずこの7番目です、リスクを取って輸出に取り組む事業者への投資の支援ということで、輸出に向けた資金というのも新たに作っているところでございます。それと、今回のこの GFP フラッグシップ。 このまさしく、丸9、丸10でございます。この事業の目的が大ロット、高品質、効率的な輸出等に対応可能な輸出物流の構築、この10番目の輸出に向け,、えー、向けに生産、流通を転換するフラッグシップ輸出産地の形成、これを柱として、えー、今回の事業が組まれております。で次、3つ目でございます。政府一体となった輸出の障害の克服でございます。 当然、皆様方、輸出となるといろんな規制がございます。それを国にこちらも要望しながら、ですね輸出作業地域における輸出規制の撤廃、等々、ですね国も一生懸命頑張っているところでございます。併せて、体制整備です。政府一体となってする取り組みですね、国、県、市町村、民間の方々、生産者、そういう方々が一体となって取り組みましょう。まさしく本日の GFP フラッグシップ、このような取り組みでございます。 で続きましてこれ、これは先ほど申した通り、国の考え方ですね、えー、2025年度までに2兆円、2030年度までに5兆円というふうな形の中で政策を出しております。じゃあ、実際、鹿児島県、今どうなっているのということで、皆様方、多分興味があるのかなということで、今からご説明いたします。これが令和3年度の輸出目標額の実績でございます。えー、これ、昨年度の7月に公表しております。 令和4年度につきましては、また今年度、あと1か月ぐらいしたらです、ね、公表するような方向で今、検討しているところでございますけれども、令和3年度につきましては、令和2年度ですね、対前年の45%増の311億円でございます。その内訳は、ここに書いてあります、畜産物、林産物、水産物、あと農産物というふうな内訳になっております。また後ほど詳細ご説明します。 そういたしますと、先ほど、当方の農政部長がご挨拶に申したとおり、輸出目標額300億円に対して、4年前倒しで311億円になったと、これはまさしく皆様方が取り組んだ成果がここに出ているところでございます。そうした中で、じゃあ、令和3年度の、じゃ品目別、それとあと国別、どういう輸出状況かと申しますと、まず品目別でいきますと、 畜産物が123億円、農産物が19億円、林産物が33億円、水産物が134億円、トータル311億円ということで、えー、前年度対比を見ていきますと、すべての品目で前年度対比を超えています。まあ、しかしながら、種の品目別を見ていきますと、牛肉、豚肉、鶏卵とか、いろいろございますけれども、牛肉は着実に伸びております。 しかしながら、豚肉、鶏肉、鶏卵につきましては、やはりコロナ禍の影響であったりとか、まあ、豚熱の関係で輸出規制があるとか、いろいろですね要件があるということで、若干前年度を引き下回っているという状況でございます。それ以外見ていきますと、お茶、さつまいも、その他、で、農産物は19億円、対前年138%、で、林産物が丸太を中心に33億円で対、対106%。 で水産物、この養殖ぶりを中心に伸びています。養殖ぶりが106億円、対前年182%、承継、まあ、できましても水産物が215%ということで、相当な伸びになっているということでございます。では、えー、ここの、ちょっと字がすみません、ここおかしくなって申し訳ございませんけれども、輸出相手国別はどうなのというところを見ていきますと、やはり一番多いのは米国でございます。次が香港、中国、台湾、EU と。 いうふうな打ち明けになっているところでございます。じゃあ、先ほどあの輸出額311億円え超えました、それで昨年度の、あ今年の3月、ビジョンの改定を行っております。その大きな改定点につきましては、ここでございます。輸出目標額は平成28年度の約3.2倍の、 約500億円を目標にこれを実現するためのビジョンになっております柱は作る集める運ぶ売るということでこの三つの柱に基づいて18の取り組みを展開することにしておりますまた重点品目についてはここに書いております牛肉豚肉鶏肉とかあとさつまいもお茶木材ぶりかんぱちなど重点品目を定め 重点国につきましても、香港、シンガポール、台湾、タイ、中国、韓国、米国、EU など、こういう国をターゲットに、それぞれの品目、または連携しながら取り組んでいくというふうな状況でございます。そういった中で最終的に目指す姿、令和7年度、2025年度ですけれども、農林水産物の輸出拡大による、攻めの農林水産業を実現するというところになってまいります。 じゃあ輸出に向けた推進体制でございます、えー、鹿児島県農林水産物輸出促進ビジョンの推進体制ということで、ちょうど前回ビジョンを作りました、その平成30年3月でございますけれども、県農林水産物輸出ビジョンの実現に向けた司令塔としまして、県農林水産物輸出促進ビジョン推進本部というのを設置しています。トップが、えー、当県の副知事を本部長にそれぞれぞ関係する 部長様に入っていただき、またその下には、それぞれの関係する課が入ったあ幹事会を設置しで、それに向けた企画戦略会議というのを設けております。で、また品目ごとには、生花物部会、お茶部会、畜産部会、林産部会、水産部会、あとテーマ部会ということで、物流部会というのを設置しながら、それぞれが各部会を通じて、企画戦略会議と連携しながら、それぞれ本部会議、幹事会に挙げていって、輸出戦略を進めていると。 いいうふうふな状況でございますで先ほど目標についてご説明しましたけれども、最終的には500億円を目標に、えー、基準年の平成28年の3.2倍で、かつもともとの約300億円の輸出目標を500億円で1.7倍というふうな形で考えているところでございます。そういった中で,です、ねえー、じゃあ、鹿児島県、どういうふうなところに取り組みをしているかというところでございます。 まず、昨年度10月です、フランスの方に知事トップセールスを開催いたしました、また香港、シンガポールの方では SN、SNS を活用した食のプロモーションで、またマレーシアの方では水産物のプロモーション、で右,あの右上になってまいりますけれども、どんどん鹿児島フェアということで、ドンキさんと連携しながら、米国、ハワイ、カリフォルニアの方で、加工品を中心としたフェアを開催。 それとあと、単品でいきますけれども、台湾の方でさつまいも金貨のフェア等を開催しているところでございます。これ以外にも多様なあプロモーションを展開しているという状況でございます。あとそれと、民間企業との連携でございます、えー。大きく2つございます。1つ目が、えー、PPI、まずはあ鹿児島県アグリアンドフード協議会、ヤマトホールディングス、AN と連携しました、あこういう協定。 あとそれと、ここ最近でいきますと、特に成果物が伸びている理由といたしましては、2月、令和2年10月に開催、実施しました、鹿児島県と PPI 様との連携協定です。この中で、いろいろな取り組みを展開しているというふうなところでございます。で、あ,のあとこれは、皆様方に情報提供ということでございます。当然、輸出するに向けては、こういう補助事業というのがございます。このグローバルファーマーにつきましては、 国際水準ギャップの支援であったりとかというのをやっております、これはまた近々2回目の募集をかけたいと思っております、このグローバル産地づくりにつきましては、産地づくりにかかるという国の事業を活用してやっております、もうこれはすでにもう事業自身に進んでいるところでございます。それれと集めるる運ぶ売るこれもあの消費支援 収支家の方々に対すする支援でございますそれと、あと、売るというところでプロモーションであったりとか、まあ、お茶であったら、お茶に対するいろんな生命という研究会の支援であったりとか、まあ、各種いろんな支援を売る,で売るという支援でやっております。プラス、今回、この GFP フラッグシップということで、新たな補助事業も活用しながら、輸出の展開を図っているというところでございます。で、最後でございますけれども、その皆様方が本日、この会場にお越しいただいているこの事業、 この GFP フラッグシップ輸出産地形成プロジェクトというものでございます。推進体制、取り組み内容、大き,大きく大ロット輸出に向けた生産方法の展開、集荷から船積みまでのお転換。 販路拡大認知度向上というこういうううこ柱の下にです、ね、施策を展開しておりますでまたこの1つ、GFP フラッグシップというふうな取り組みにつきましては、本日鹿児島で開催しておりますけれども、これ以外にも今年度、まあ、仙台であったり、大隅であったり、いろんな各地で,です、ね、こういうセミナーをし,しながらです、ね、輸出拡大に向けた取り組みを展開していきたいというふうに思っておりますので、今後ともまたご協力、また一緒にやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 だいぶ時間といいますか、2、3分ちょっと超過したかなと思っておりますけど、簡単ではございますけれども、鹿児島県の農林水産物の輸出の状況についてご説明させていきました。ごご清聴ありがとうございます